腑に落ちない顔だな、スカラー。私のデザイアがこれほどの威力を持っているのがそんなに疑問か？私のコストは感情だ。この後に及んでまだ猿芝居というのは、研究所ならとうの昔に知っていることだろう。友達を助けに行くと言ったな。私なら情にほだされたその言葉を信じると思ったか。とぼけるな。先ほどのような騙し討ちと不意打ちで私の親友を殺したのは貴様らだ。セカンドのデスゲームかどうかを検証するためと黙ってナナミを殺したのは貴様らだ。直接手を下していないからと言い逃れはさせるものか。後悔しろ、スカラ。私のデザイアを無敵にしたのは貴様ら研究者だ。この怒りと憎しみが折れぬ限り私の剣が折れることはないと知れ。貴様らを倒すのがこの身一つで十分だということだ。初めて使うデザイア、加減はできない。死んでもいいやつからかかってる。いつまでにらめっこを続けるつもりだ。そんなに俺のデザイアが怖いか。なら一つ、貴様らにチャンスをくれる。チャンス？俺のデザイアにコストを教える。叶わないと分かる。好きに逃げろ。後ろから攻撃はしないと約束しよう。ふざけるな。こっちは何人だと思ってる。俺のコスト、液体だ。どんなハッタリを口にするかと思えば平凡なコストだ。うちの団員にも同じコストを持っている者がいるぞ。忘れたのか。コストは希少なほど、そのレベルが大きくなる。同じ怒りという感情だ。それが強ければ強いほどコストレベルが上がるように。それがどうした。ここの近くには川がある。町外れとはいえ建物内部には水道も通っている。雨水も真水もふんだんにある。化学薬品や魔法の品も大したコストにならないことは確認済みだ。思いつく液体はそれ。どうやら貴様は時間稼ぎがしたいよ。研究所から援軍が来る前に片付けさせてもらう。
ナミーを始めるのは勇気がいい。途方の勇気。そして、なんとか勇気を振り絞り、行動に移したとして。さらには射精と、産卵構えの高いハードルがなしだ。今のセカンドはデスゲーム。デザインを使う。死は一瞬、早く行かなければ死ぬ。どんな屈強な男でも、知事がある状況だ。精液は極めて希少なコストになる。バカな。確かに精液は液体だ。だが、そんなことが。できない。できるわけがない。周りを見てみろ。私の同志もお前の仲間もみんな見てるんだぞ。できない。一体何をそんなに焦ってる。いいだろ、やれるものならやってみろ。だがあらかじめ言っておこう。私のデザイアを無防備に加える二度目があると思う。なあ、脅しが終わる。こいつまさか本当に。いや、できるわけがない。そんなことが。早い。右手の残像が見えるほどの地位だと。こんなに激しいものなのか。いえ、信じられません。あれは普通じゃありません。あれは普通じゃありません。雷だけじゃない。よく目を凝らせ。あの三日月のような激しいストロークを繰り返しながら。先はどうだ。まるでリコーダーを抑えるかのようにリズミカルかつ優しく敏感な部分を刺激しているだと。バカな。できるわけがない。そんなことが正気でできるわけがない。プリンも、なんと。いつも消したんだ。これ居合抜きだ。
居合だと、オナニーでそんなことが。確かに怖い。だが子孫自体は知っている。それが出した直後はなえることを。いや、そんな当然のことをわざわざ口にするさては処女だ。本で聞きかじったような知識では俺に勝てんぞ。黙れ。その剣再び勃起する隙を与えると思うか。くらえ、私の怒りを、私の憎しみを。切り裂け、グラム。少女では俺に勝てる。鍛え上げられた剣、一度言ったぐらいではなえんの。鍛えられるものなのか。まさか。初耳だ。オナニートレーニングで直せるのはせいぜいが灯籠や地郎止まりなはずで。いかにしたというのか。あの年で何千回何万回とオナトレをたどり着けるかわからぬ高みを目指して快楽に身を委ね続けたというのか。ただたとえお前のその剣が果てしない修練の末に培われたものであろうとも、この思いの剣は決して折れない。七海はお引き出しで虫も殺せないようないい子だった。長い間片思いをしていた彼女はようやく告白する覚悟を決めた。その矢先だ。貴様たちが卑劣な手で彼女を殺したのを。許さない、絶対に許さない。彼女の純粋な思いを踏みにじった貴様たち、私は憎くて憎くてたまらない。負けるわけがないんだ。私のこの思いが、この憎しみと悲しみが、絶対に負けるわけがない。この剣に、この剣に、七海の10年分の片思いが詰まってるんだ。切り裂け、グラム。あんまり自分を舐めるのでも、そろそろ行くことに。三つよ伝のスペッターコロ。いかに残ろうと立てろうと、自分の子には勝てなかったよ。そんな、私の剣が、さあ、貴様たちのリーダーはご覧の有様だ。逃げるのなら、追わない。確かに、貴様は強い。強すぎる。だからこそ今この時こそ勝機だ。さすがに30人を同時に相手はできまい。いいのか。何人かは死ぬかもしれんぞ。今ここで数人の犠牲を払わねば、後にさらに多くの死体を生むな。ならばここで死ぬことにいささかの悔いもない。なあ、伊達に半年近くもデスゲームを遊んでいたわけではなさそう。しかし、俺を倒したいなら桁が足りない。あと3000人は連れてこい。おざくな！突撃！貴様のデザイアは最強だ。だがコストを知られたのは命取りだったな。確かに大した強だ。ちょっと見る。だが、所詮は射程。まずずつしか撃てん。この波状攻撃、すべて迎撃することはできまい。何人を差し違えようとも貴様を倒す覚悟。あ、アフタ、アジタ、
あのスパニョーラ、スタッカート、チェンチェッドーソ。一呼吸で8連射、あいつ10回射精した。もう打ち止めだ。今こそ勝機一同全体突撃絶倫だと。なぜだ、なぜ、どうして私は誰一人守れないんだ。もう誰も失わないと決めたのに、この死さえ誰だったのか。なぜ貴様が俺に勝てなかったのか分かる。簡単なことだ。怒りや憎しみは何も言えない。だが政治は新たな命を生んだ。ふざけるな。その政治で子供を産むべき政治で、貴様は一体何人殺した。そんな人殺しの戦士でお前は将来子供を作ろうというのか。お前の子供は生まれながらに人殺しになるんだぞ。やれやれ、冷静に周りを見てみるんだ。何、殺さなかったというのか。あの乱戦で自分を殺しにかかってきた者を一人も。まあ、なぜだ。さあ、ただ一つだけ言えるのは、俺の剣は誰かを傷つけるためじゃなく慰めるためにあるんだってことは。友達を助けるためにあるというのか。そうなんだ。じゃあな、もう襲ってくるなよ。レイチ君って神聖だったんだ。あ、それ言っちゃいますか。言っても大丈夫ですか。傷つきませんか。いくら兄さんでも。なに、いつもミュウさんも似たようなこと言ってるくせに。だってそれはまさか本当に本当の本物だなんて思いませんし。あ、シーミュウ先輩、シーヤバタヤバタ先輩聞いてる。そうそう、普通の顔してよ。その方がレイチ君も傷つかないぞ。そんなこと言われても、あんなの見せられたらどんな顔していいかわかりません。でも先輩は僕たちのためにカミングアウトしたみたいな。わかってますけど。よしよし、偉いぞ。じゃあ普通の顔できるね。はい。レイチ君、助けてくれてありがとう。ちょっとびっくりしたけど、びっくりしたぞ。兄さん、ありがとうございます。我が身を顧みずに戦ってくれて。先輩、ありがとう。ほんとやばかったけど、さらにやばくて、やばばばばばって感じだった。